んにちは、こんばんは。皆さん、台風缶詰状態になってますか？今日はテニスボールもしくはフォームローラーでできる、体をほぐすエクササイズを紹介していきます。全身ですね、やっていきます。はい、今日は、まあ、分かりやすく、テニスボールで大きくて見やすくていいので、テニスボールでやっていくんですけど、テニスボールで、全然大丈夫ですので、ぜひやってみてください。それではいきます。10分ぐらいですね、やっていきます。レッツゴー。 OK、 まずはですね、ふくらはぎからいきます。ふくらはぎですね。で、ふくらはぎのちょうど真ん中、ぷくってしてるところと、そこから細くなるところ、アキレス腱のところですね、のちょうど間に、ソフトボールもしくはテニスボールを当てていきます。で、体の後ろに手をついていただいて、ソフトボールの上に反対の足をかけていきます。で、そこでじわーっと圧をかけていきましょう。で、だん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 力が抜けてくると、ボールが深いところに入ってくるので、ちょっとこう痛気持ちいいなってなったら、そこからゆっくり優しく上下に動かしていきます。この時早すぎないようにですね、できるだけゆっくり動かしていきましょう。で、またここで一番痛いところを見つけたらストップ。そこから左のつま先を上げたり下げたりして動かします。上げたり下げたりして動かしていく。呼吸は止めないように動かしていきましょう。だいたい30秒から1分半ぐらいやったら反対の足に行くような感じです。 OK、 反対の足行きましょう。右のふくらはぎにも当てていただいて、さっきと同様同じ位置ですね。同じぷくってなってるところのと、ちょうど細くなってる部分の境目に当ててもらって、左足をボールの上に置いていきます。で、軽くここで、ぐーっと押し当てていただいて、深く入ってきたなと思ったら、そこから上下にゆっくり優しく動いていきます。逆に痛すぎる と、筋肉ガチッとこう逆に緊張してしまうので、こう気持ちいいな、ちょい痛いなぐらいで、いいかなと思います。 OK、 でそこから動きを止めていただいて、つま先を上げたり下げたりして動かしていきます。OK、 下ろしていきます。 OK、 ではここから、太ももの裏いきます。でまずはお尻、左のお尻のこのゴツゴツしてる骨探していきましょう。座骨ですね。でゴツゴツしてる骨見つけたら、そこの下にボールを当てていきます。でちょっとこれソフトボールなのでちょっと乗りにくいんですけど、テニスボールだとググッとちゃんと座れるかなと思います。でここから反対の足は内巻きにしていきます。まあ、股関節痛い方は無理せずですね、全然膝立てて状態でも大丈夫です。内巻きにしてもらって、左手を床についていきます。でそこで、骨の下の方で少しこう前後に動かしていきます。一番痛いところでストップしていただいて、ここから右手で左のつま先タッチするように体を前に倒して、戻して前、こう太ももの裏をストレッチしながら動かしていきます。あと1回いきましょう。 OK、 じゃあ次はそのまま左のお尻ですね。次はゴツゴツしてる骨、座骨の次は上にボールを当てていきます。もう乗るような感じですね。で乗せたら、右足を左足を外側に開いてもらって、反対の膝、右膝を立てていきます。でそこで軽く前後に動かして、一番痛いところで本当にちっちゃく動かして、痛いところで止めます。でそこから左右にゆっくりスライドしていきましょう。
さあそこからストップして、痛いところでグッと押し当てた状態で次は膝を閉じる開く閉じる開くを何度か繰り返していきます。 OK。 次は反対のボールを取っていただいて次は反対の、太ももの裏いきます。お尻の、ゴツゴツしてる骨の下に当てていただいて次は左足をこんな感じで内巻きにしていきます。きつい方は全然立てていただいて大丈夫です。で右手をついていただいてここから前後に動かしていきます。でもこれめちゃくちゃ痛いなって場合は全然両手ついてあげて少しこう痛みを和らげてできる範囲でやっていきます。で一番痛いところを見つけたらストップ。でそこから左手でつま先タッチ吐きながらですねゆっくり戻して大体6回ぐらいやっていきます。呼吸は止めないようにしていきます。呼吸止めてしまうと逆に筋肉がちって固まっちゃうのでそこだけ注意していきます。 OK。 そしたらボールから降りていただいて次は、ゴツゴツしてる骨座骨の上に当てていきます。でさっきと同様ですね右足を外側に開いて左膝立てていきます。でそこからゆっくり前後に動いてもらって一番痛いところでスタート。さあそこからお尻を左右に動かしていきます。で一番痛いところでストップしたらそこから足を閉じて開いて閉じて開く、これも大体6回ぐらい繰り返していただければ大丈夫です。 OK。 ゆっくり降りていきましょう。 OK。そしたら次は胸に行きたいと思います。胸ですね、うつ伏せになっていきます。じゃあ次はこの鎖骨の下にボールを当てていきます。当ててもらって、当ててる方の腕左腕を下の方に下げていきます。で右手は体の横についていただいて少しちょっとこう乗り上げるような感じですね。体を乗り上げるような感じで、そこから横に右手で床を押しながらスライドしていきます。ではだらーんとした状態一番痛いところを見つけたらストップ。でそこでグーッと押し当てて、いただくだけでも大丈夫ですしさらにいけそうであれば肘を伸ばした状態で左手で半円を描くようにこんな感じで動かしていきます。腕は脱力した状態。こう動かすとですね、もう一気に痛くなるので気持ちいい範囲でやってみてください。OK。でこれも6回ぐらい動かしたら次は反対いきます。次は左の胸に当てていた、右の胸に当てていただいて、右腕は下に下げて、左腕体の横です。少し乗り上げるように。いただいて体横にスライドしていきましょう。一番痛いところでストップ。でそこから肘を伸ばした状態で腕で半円を描くようにして動かしていきます。呼吸は止めないように意識をしていきましょう。 OK。 腕を止めていきましょう。 OK。 体を起こしていきます。これ胸ですね。次背中いきます。体横にしていただいてプラス背中腰ちょっと一緒にやっていきますね。連続 で体横にしていただいてちょっと脇下、脇下じゃないですね、脇の横ぐらいにボールを当てていきます。ちょうどこう掴めるところをここに当てていきます。当ててもらって、腕を天井の方に伸ばします。天井じゃない、壁の方に伸ばしてもらってそこからもうここで十分痛いかなと思います。いける方は優しく上下に動かしていきます。これも大体30秒ぐらい
当てていただいて大丈夫です。OK、ゆっくり動きを止めて、次は反対の背中いきます。反対の背中です。後ろから見るとこんな感じですね、腕を前に伸ばしてもらって脇の方に当てます。でそこから優しく少し上下に動かしていきましょう。一番痛いところでストップです。で優しく動いていきましょう。OK、 動きを止めて体を起こしていきます。が全身ボールを使った全身ほぐすエクササイズでした。胸以外は、全部ストレッチポールでできると思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。バイバイ。